実はその、みんなその、男子だった人 まあ知ってるやろけど、まあ女子も知ってるけど、実は女子にとってのオカマっていう悪口は全然答えへんねん。なんでかって言ったら、オカマっていうのは男子に対する悪口やからよ。な。だから、あれ？と思うやろけど、どう言ったらいいのかな。その、めっちゃ男性的なね。どう言ったらいいの。つまり、男子の人生生きてて、しかも、服装も男子であると。そういう人物に対して使う悪口やねん、オカマって。実はね、そうでしょ。つまり、お前男の道を、どう言ったらいいのかな。まあ、男性社会で負けてると、オカマって言われる。これが、オカマって悪口の特徴やねん。で、じゃあ、本当のオカマの人たちってどうなんだろうって。まあ、男性社会で女になって、しかも、オカマとして生きてる人たち。に対する悪口、オカマって言われたもん。ああ、はい、そうですよっておっしゃるんですか。ね。じゃあ、男性に性転換されてしまった被害者であるうちに対してオカマっていうのは悪口にはなれへんねんけど、なんでそれを使うかなと思った時に、それは男性社会で落ちこぼれてる男性、服装も男性、もちろん顔も男性、声も男性。ね。で、男性の人生生きないと、生きていけない人たち。こういう人たちが、オカマっていう悪口を言われたら一番答えるから、そういう人たちこそが他人にオカマっていう悪口を使いがちやねん。そういう傾向にあるねん。それじゃあね、多分そうなると思うね、中は。だから結局、笑うしかないよね、うちから見たら。ね、じゃあ実際、うちに対してオカマって悪口は誰に刺さってんのって考えたときに、杉田水脈さんに刺さっちゃうやん、全部。まあ、少なくとも、杉田水脈さんからうちに移植されたこのおちんちんにだけ刺さっちゃうやんか、オカマって悪口を。じゃあ、どん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 小さなってくれ。ちんちんだけなぜか、おるって なんか、うちのオカマって言われ続けたら最後、杉田水脈さんのちんちん完全に消滅するはずやん、ね。だって他人だもの。うちの遺伝子じゃないもの。おちんちんだけが。だ究極安心したでしょ。ただ、そんなやり方ちょっと洗練されてないですから、ダサいよね、君らが。